ました。楽器の練習よりも踊るのが大好きな5人組なので、いつもさっきもですね、本番前も楽器の練習するのかなと思ってたら、ずっと踊りの練習しかしていませんでした。小学校の時にちょっと習っていたのもあって踊るのがとっても好きみたいです。AKB のですね、会いたかった曲出てきましたけど、文化祭の時にもですね、明田の先生はもうみんなノリが良くて、協力、若い先生も含めてしてくれるので、文化祭の時は AKB の会いたかったのは、5人の先生が、ここで踊ってくれて、もう生徒もすっごい楽しんで、盛り上がったのを今思い出したところです。でその時に先生にこの衣装着てくださいと太った T シャツを今日は本人たちが着て、踊ったというわけでした。はい、そしたらですね、もう本当なんかもうお遊戯会というか歓迎会のような、ステージが、続く中ですが、続いてお送りいたします曲は、風になりたいという曲です。これはもう去年も今年もですけど、何かあるとこの曲を、いつもやっていたという記憶があります。1年間の闇の中の7月、今年はプリズムホールさんの吹奏楽フェスティバルをお休みいたしまして、この淀川工科高等学校吹奏楽部さんのファーストコンサートに招いていただいた時にも、この曲を演奏しました。その前の年の音楽祭でも、合唱と一緒に、コラボしたりとか、なんか最近ちょっと秋川南中学校吹奏楽部には、根深い曲となっています。そしたらですね、ちょっとバタバタしたオープニングでしたので、次は爽やかに聴いていただけたらなと思います。それでは聴いてください。風になりたいです。